はいレオンンチャンネルです今回紹介するのはこちらゲームセンタープライズ限定 au ユーザー仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーです。 はい、au ユーゾのダブル系といえば、先にジョーカーが発売して、これはこれでむちゃくちゃかっこよかったんだけど、満を持してサイクロンジョーカーが来ましたね。ラインナップは全2種類で、パッケージを見てわかる通り、昼間バージョンのカラーと夜バージョンのカラーの若干色味が違うものがあって、これは比較すると、だいぶカラー変わっているのかなとりあえずなぜか Amazon ですっごい安く売ってて、両方で2500円で買いました。パッケージからしても、夜バージョンの サイクロンはだいぶ色が濃そうだし、外箱のレイアウトもだいたい同じなんですが、表紙が若干寄り方が違いますね。あと、お前の罪を数えろじゃなくて、ちょっと変わったポージングですよね。では、レビューしましょう。まずは A バージョンの昼間カラーのサイクロンジョーカーは、サイクロン側のカラーが淡くて良さそうだけど、あー、おー。 なかなかの素晴らしい感じじゃないおーおーおーこのサイクロンカラーは最近フード探偵版も発売した新骨頂の色とかでもみんなが 求めてた薄さじゃないかなりグリーンが淡い感じ。あとプライズ系ってこういう軟質部分が曲がりがちだけど、今回しっかり硬いんだね。めっちゃ形状いい感じ。お、すげえ最新のプライズ商品感すごいある。しかも珍しいね。クリアの支柱とかあんまり英雄融像で見ないけど、でも足裏に連結ジョイントもあるんで、 はめた上で、ももを挟み込むって感じ全然これなくても、自律安定性。あ、自律安定性全然いいっすよ。ほんで、これで、全然いいよね。なびきマフラーもついてるので、あ、これはあれだ。どっち方向でもいいんだ。横になびかせるもよし、下に持ってくるもよし。へえ。ー。だいたいこういうのってさ、ジョイントナーの形状で、 こっち方向に刺しますよっていうのが決まってるんだけど、今回そういうのがない。すごいいいじゃん、これ。じゃあもう一個、夜バージョンは、ジョーカー側も違ったりするかな。サイクロン側明らか、色濃そうですが、あ、でも思ったより、めっちゃ色が濃いわけじゃないかな。あ、なんか濃いっていうか、だいぶ雰囲気が違う。本当に夜の光に反射してる、 サイクロンジョーカーって感じあ、ジョーカー側もベースの黒は変わんないけどパープルが青っぽくなってる。へー。あ、これはこれでかっこいい。でもこういう A カラー、B カラーってノーマルカラー以外が微妙だったりするんだけどセピアだったり。 そういうのが、どっちも普通にかっこいい。はい。A から B からどちらも組み立てが終わりました。とはいえ、上半身と下半身をひっつけて、クリアダイにはめ込んで、マフラーをはめれば OK なんで、非常に簡単ですね。色どっちがいいあ、でもやっぱそれぞれに良さがあるって感じで、ジョーカーのこの辺の色まで、まさか変えてくるとは思わなかったんで、それぞれどちらとも良さがありますね。でも僕らが知ってるサイクロンジョーカーは、この色だし、 なんか、ノーマルカラーの方あれだな。倒れ気味になるな。このサイクロン側の色の淡さ、僕らが真骨頂に求めてるやつかな。ちなみに最近発売したフード探偵バージョンの真骨頂ダブル、ちょっと色が淡くなりましたよってことだったけど、今回の au ユーゾーに比べてもまだ濃いから、もう一段階薄くなったやつが今後出たりするんだろうか。では、昼間カラーの A バージョンから見ましょう。全体ぐるっと。 と、見回すと、こうで、とりあえずこれ、僕はネットショップで非常に安く買いましたので、1個は1200円ぐらいで買ったんだけど、まあ、新校長もね、まあまあ高いし、入手困難だし、フード探偵にハマってダブルの何かしらのフィギュアが今欲しいってなったら、これめちゃくちゃいいんじゃないめちゃでかいし、かっこいいし、プロポーション、マジ最高だね。 このアンテナ部分とかが曲がってないのがすごい複眼がクリアパーツ使いで目も明るいですし何よりもサイクロン側が 非常に明るいグリーン、メタリックグリーンになってて、ダブルドライバーも色分けかなり頑張ってますよね。ジョーカー側はもうちょっと光沢なし、チア生地っぽさがあってもいいかなとは思いますが、それでも最低限の色分けはしっかりとこういうところ入っておりますし、手に入りやすいプライドの無可動フィギュアでこのクオリティなら、マジで文句ないんだけど、パッケージ見た時、ポージングどうかなと思ったけど、全然かっこいいね。 ベルトのサイドベルトまできちっとメタリックカラーになってますし、マキシマムスロットも艶消しブラックで表現されてて、ハーフチェンジの真ん中のところとかしっかりと黒く塗り分けられておりますので、素晴らしい。改めて闇夜の夜バージョンと色を比べると、造形自体は全く同じなんだけど、こういうアンクレットのカラーとかまで全部変えて、 ありますねでは、夜バージョンのダブルサイクロンジョーカーも見ましょう。ジョーカー側の色が変わってるのってあんまりないんで、なかなか希少なダブルフィギュアではありますね。で、ブラックの光沢は一緒だね。あ、でも気持ち成型色も明るくしてあるのかな。少し淡いような成型色のブラックになってて、で、パープル部分がメタリックブルーとパープルの間みたいな 本当に夜に月夜に反射したような色味になってて、ここ素晴らしい。絶妙なカラーリング。メタリックグリーン部分も少し何かに反射したような混じった色味のメタリックグリーンになってて、純粋なサイクロンジョーカーの色味とは全然違うんだけど、これはこれでかっこいいしなんか、これは後ろ姿とかが案外いいんじゃないかな。へぇー。au ユーゾもどんどんレベルアップしてる。 感じありますよね。まあ、今ほとんど、なんかウルトラマンブランドみたいな感じになりつつあるような気もしますが、このシリーズは。ちゃんとこうやって仮面ライダーでもしっかり継続して出してくれるのは、マジ最高。中国の方だと、もう普通に販売されてるんだよね、フィギュアとして。なので多分向こうでは、どうなんだろう、2000とか2500、0 0円で買えますよ、みたいなフィギュアとして出てる感じなのかな。いや、これ普通に販売されてたら、 1900円、まあ、2000円ぐらいの価値はあるような気がします。え、これは横にドライバードンと置いて、デスク周りに飾っておくには、めちゃくちゃいいフィギュアっすよね。こうやってね、置いて、メモリと一緒に置いておくのも、ありですよね。サイクロンジョーカーみたいな。 この流れで他のハーフチェンジ系も出てくんないかな同じ au ユーゾのジョーカーと比べるとこうで真ん中のシルバーの部分がないからやっぱジョーカーはだいぶシンプルに見えますよね。あと複眼のクリア度も前より明らかに良くなってて色のはみ出とかもなくて非常に正確なんで今回の au ユーゾジョーカーよりこれも最近出たばっかなんだけどよりクオリティがアップしてるような気がします。 あと、支柱いらないじゃんって言ったけど、微妙にこう前に倒れてくるから、いるかも。こうして、通して、ここでロックか。ああ、ジョーカー側にはめる感じね。おー。いるか。<laughs> ずっと飾っておくんだったら、支柱パーツははめた方がいいかもしれないですね。 以上、ゲームセンタープライズ限定 AU ユーー仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーの紹介でした。